はい、どうもハルパパです、今日はですね、新運防衛施設のですね、ついにやってまいりました。こちら、まあね、以前ねクラシコンではね、あのファルコンとかね、そういう噂があったんですけれども、正式な名前としてはですね、こちらイーグルアーティラリーという申します。はい、こちらですね、まあちょっとクラシコンの時よりもね、色鮮やかになったかなというね、そういった印象がございますね。では早速ね、こちらの防衛の攻撃の仕方を見ていただきましょう。はい、というわけで、こちらね、敵の編成はドラゴンラッシュですかね。はい、アースクエイク と、ライトニングで太鼓破壊とでですね、十字面からですね、ラバドラ、ラババルですね、こちらでヘイスト使って太鼓炎破壊と、でそこからサイドカットドラゴンのとここのね、これ見てください。もう来ました来ました来ました。なんかね、頭の上から迫撃砲みたいな3発撃ってるんですよ。そしてね、なんとこちら対空のね、ユニットにもね効果があるということですね。でこっからですね、これね、ドラゴンが近づいてきた時にこのピキュンピキュンって出しますよね。ピキュンピキュンってなんか出てくるんですよ、ピキュンピキュンって。ということで、なんかね、どうやら2種類のね攻撃パターン今のところね確認されております。攻撃力とかねその他に関してはですね、今のところまだ詳細が明らかにされてないので何とも言えないんですけれども、攻撃方法としてはなんか迫撃砲みたいなものをね、あの3連だと、あとね大砲のようなものピキュンピキュンと、まあ、空にもね、まあ、空に効くってことはあの陸にも効くんでしょうか。はい、といった形で、まあ、動画内で確認という形になりますね。さあもう一度見ていきましょう。こちらですね、頭からドーンドーンと迫撃砲3連発のようなものですね。そしてあの、まあ、左側にねちょっとターゲット四角めのねターゲットが、ね、あって、このスポンと、もう一回ですね、トーントーントーン3連打からの、これ強いのかな、でもなんか無敵使っちゃってっからもうわけわかんねえわ。そしてもう一つの攻撃方法、こちら見てください、これピキピキピキって出るんですよ、これパカ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 って出てるの分かります。さあもう一度、なんかねこう最終くくりでね、そこから速くなるみたいな、ね、こんな感じですね。はいはい、というわけでね、今日はね防衛、新防衛ですね、はい、お送りさせていただきました。はい、このね2週間ぐらいねアップデート情報、盛りだくさんだったんですけれども、かなりねこのアップデート来たら本当ねやり込み要素満載でまた楽しめるんじゃないかなと個人的には思っております。はい、皆さんでアップデート待ちましょう。ご視聴ありがとうございました。